あるところに魔女がいました。名前はイレイナ。さまざまな国々を渡り歩いてきた彼女は、そこで多くの人々と出会います。そして同じ数だけの旅の魔女が綴る別れの物語。ところで、灰色の髪の可憐な乙女、あら、元気に動き出したこの美少女は一体誰でしょう。そう、私です。魔女の旅。